BA-27 装甲車はソビエト連邦の装甲車である。ソ連における最初の正式採用された装甲車でありながら第二次世界大戦末期まで長く運用された。BA-27 は中型装甲車にあたる装甲車であり、ソ連における初の国産装甲車である。BA とはブラニエアブトモビリを意味する。 後続の車両の方が、BA の番号は若いが、BA-27-27 27は、開発年度から来ているものと思われ、以降の車両はほぼ制作順に番号が並んでいる。BA-27 の制作は、リハチョフ記念工場の前身である、モスクワ自動車企業体とイジョルスキー工場の共同開発で行われ、EN バージネフスキーと BD ストロカーノフが担当技師として、 開発を主導し、1928年に正式採用が決定、1931年まで生産が行われた。BA-27 は、イタリアのフィアット社からライセンス生産権を購入して、アモが量産を行っていたアモ f 1 5四輪トラックをベースにイジオルスキー工場が製作した走行を装備、すでに大量生産が開始していた。 T-18 と同様の 37mm オチキス戦車砲と DT 基準を装備した砲塔を強要した。ライセンス生産のオチキス 37mm 戦車砲は当時非常に強力な戦車砲であり360度旋回が可能であった DT 基準は同軸で装備する。こうした装甲車としては破格の攻撃能力はその後の BA シリーズでもよく見られるが これは装甲や内部容積の余裕、全体の信頼性をある程度犠牲にした上に成立しており、特に武装に対して不釣り合いな装甲の薄さは早い段階から深刻なものと考えられていた。BA-27 は全面がリベット接合で構成されていたため、防御能力は極めて低かった。この点に関しては後続の BAI などから早いうちに、 電気溶接による修正が行われている。走行圧の 8mm という数字は t-18 の半分程度のものであるが、これは重量的にシャーシに負担をかけないギリギリの厚さであった。その他、整備性の悪さから工業基盤が整っていない極東方面などで本社を運用する部隊からの評判はあまり良くなかった。いくつかの致命的な欠点が存在した。 BA-27 だが、その中でも特に問題視されたのは、機動性であった。路上最大速度が、時速 30km と鈍速で、路外踏破性能が著しく劣ることが試験の、うちから指摘されていた。そこで、本社の機動性能の抜本的改善を目指して1931年より、ベースを新たに導入した、アメリカのフォードティム圏のクリントラックとした、 BA-27M の開発が進められた。フォード製のトラックのシャーシ、動力機構は、フィアット車製トラックに比べて洗練されており、改良前と同じエンジンを使用しているにもかかわらず、速度が時速 48km と向上し、6輪4輪駆動により、路外等破性能も改善された。なお、性能諸元の製造台数に、BA-27M は含まれておらず、 BA-27M そのものの製造台数は不明。全体的なスペック変化は重量が0.1トン増えた一方で速度が時速 48km、行動距離が 350km 前後と大幅に強化され、また乗員が1人増えて4人になっている。特に行動距離が大幅に伸びたのは燃料タンクを拡張し搭載燃料を2倍にしたことによる。 また1937年には鉄道型の BA-27ZHD a が少数生産されている。これは車輪を鉄輪に換装することで、レール上を時速5 0トルで走行することができた。BA-27 は最も早く開発された走行車ということで、1930年代後半の相次ぐ戦争を前に、長期の訓練や治安維持任務でいくらか、 戦闘経験を積む機会があった。一部がモンゴル人民共和国軍に供与され、ノモンハン事件で使用されたほか、冬戦争では BA-27M がフィンランド国防軍に露隔されて運用された。ソ連の旧式車両を正式装備として極力活用していたフィンランドでも BA-27 を実戦運用するのはさすがに厳しく、1942年まで、 訓練用として使われた後、おそらくスクラップにされた。その後独ソ戦でも運用されたが、後続の中型装甲車の多くが、ドイツ国防軍の電撃戦によって次々と撃破される中、最急式の BA-27 もほとんどが失われた。しかし1945年の終戦までいくつかの生存車両が残っており、一台がクビンカ戦車博物館に現存している。 いずれもロシア語、ありがとうございます。